赤木丸は、かつて日本郵船が所有し運行していた、貨物船。太平洋戦争中は、特設巡洋艦として運用された。特設巡洋艦として入籍後は沈没の時まで、類別変更されず、日本海軍における最後の、純粋な特設巡洋艦でもあった。日本郵船のニューヨーク航路の改善は、ディーゼル機関搭載の N 型貨物船の投入で、一応達成され、 引き続いて欧州航路における貨物船の改善に取り掛かった。赤木丸は1917年開設のリバプール船でブルーファンネルラインとの激しい競争に対応するために建造された A 型貨物船の一隻として三菱長崎造船所で1935年12月2日に寄港し、翌1936年6月6日に浸水。 9月10日に竣行した。赤木丸建造の際、日本郵船は第二次船舶改善助成施設を活用し、その見合い会体船として実車持ち船の中から日本最初の1万トン超過客船の一隻である春見丸を充当した。しかし赤木丸はリバプール船には就航しなかった。圧倒的な力を誇るブルーファンネルラインとの 競争が理にあらずと見た日本優先はリバプールに変えてハンブルクに至る新路線を開設しそこに赤木丸を投入した1938年には王公はパナマ運河経由でハンブルクに至りキトはスエズ運河を通過して日本に戻る東高世界一周線に就航する運営は順調だったが1939年の第二次 世界大戦勃発で赤木丸以下優秀船は保護のため撤退し、1940年には航路も休止となった。アメリカ方面に配置外となったが、まもなく日米関係の悪化とともに、アメリカ方面の航路も休止となり、遠洋航路は閉じられることとなった。9月には石炭輸送を行った。1941年11月23日、赤木丸は、 日本海軍に徴用され、ついで12月10日付で、特設巡洋艦として入籍、クレチンジュ付籍となる。11月25日から12月30日まで、大阪鉄工所桜島工場で、特設巡洋艦としての偽装工事を受け、12月31日付で、第22戦隊に編入される。ついで1942年1月30日に、 第22戦隊機関となり、特設艦指定隊の母艦的存在として釧路を呼び、横須賀を根拠地として行動する。同リットル空襲のあった昭和17年4月18日には、釧路で停泊中だったが、第16任務部隊に片っ端から攻撃されている特設艦指定の救助に、赴き、機銃装者で、航行不能に陥っていた A 吉丸を救助し、 釧路に栄光した。赤木丸は1943年12月まで北方海域の警戒にあたって他の海域で行動することはなかったが、12月下旬より特設巡洋艦のまま輸送任務に就く。12月23日、赤木丸はウェイク島に送られる独立混成第5連隊と戦車第16連隊主力を乗せ、駆逐艦、初月と両月の護衛を得て、 クレを出撃し、1944年1月1日に、ウェイク島に到着。第1回輸送を終えて、クレに帰島し、今度は、砲兵大隊と工兵隊、衛星隊を乗せて1月15日に、クレを出撃するが、文後水道通過中の1月16日に、両月がアメリカの潜水艦スタージョンの来撃で大破し、輸送作戦は一旦中止。 赤木丸は初月の護衛で横須賀に開港され、特設運送船、愛国丸と特設潜水母艦、靖国丸と共に輸送船団を構成の上1月24日に横須賀を出撃し、1月31日にアメリカの潜水艦トリガーの攻撃で靖国丸が沈没したものの2月1日にトラック諸島に到着する。しかし、クエゼリンの戦いの末に、 クエゼリン艦章が陥落してこれ以上の前進が困難となり、ウェイク島に向かう予定だった陸上部隊の第二陣はポンペイ島防衛に転用されることとなった。陸上部隊を降ろした赤木丸は日本への木とトラック残留の引き上げ日本人を乗せることとなった。しかし、陸上部隊関連の2役に時間がかかり、2月16日にやっと終わったが少し前に、 偵察の B-24 がトラック上空に飛来し、アメリカ海軍は偵察の結果をもって、エニウェトクの戦いの支援でトラックを空襲することを決意する。引き上げ者25名、内視617名を乗せた赤木丸は、練習巡洋艦、カトリ、駆逐艦、マイフー及び、野分けと共に第4215戦団を編成し、4時30分にトラックを出港する。 しかし、第4215戦団は出航後30分で最初の空襲を受け、干渉内だったためスピードは出せなかったものの、回避運動を行い、被害はなかった。この空襲こそ、第58任務部隊が放った攻撃隊の第一波であった。6時30分過ぎにトラックホ水クス移動を通過した第4215戦団は、7時16分過ぎに、 再び攻撃隊の空襲を受ける。この攻撃で赤木丸は2番戦争に命中弾を受けるが、ひるむことなく北上を急いだ。9時10分、攻撃隊第3波が飛来し、5番戦争の両元に命中弾を受けて火災と浸水が発生。まもなく火薬庫が爆発を起こして赤木丸は危機に瀕死、阿弥教官、地獄図さながらの混乱に陥る。 10時30分、艦長は、総員体官を礼して生存者を、カトリに移そうとする。しかし、会場に漂う遭難者は、機銃掃射を受け、また救命ボートに兵員と乗り合わせていた、民間人のうち、女性と子供は、戦争をしない人間として扱われ、兵隊さんに迷惑はかけられないとばかりに海中に、飛び込んで消えていった。赤木丸は10時47分頃に沈没した。 カトリは赤木丸の生存者を何とか救助したが、間もなく撃沈された。引上げ者は565名が犠牲となったほか、乗員にも多数の死者が出た。艦長の黒崎臨蔵大佐は救助されたが、3月2日に収容先の病院で沈没時の負傷が元で死亡した。3月31日に除籍及び海洋。不説官としての設備の有無で類別するなら、 特設巡洋艦席のままで最後に沈没したのは、不設艦機能を有していた最高丸であり、太平洋戦争機の特設巡洋艦として、行動した船で最後に沈没したのは浮島丸である。ありがとうございます。